さて、本日はですねここに置いておりますけどもタキンイオンメディックですね。この機械マイナスイオンをすごく発生する機械なんですけど今日はですねこの機械を開発されてそして販売されているアップドラフトの松野社長にこの機械のタキンイオンメディックのですね えー、お話を聞いてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。 えー、綺麗なショールームですね。ありがとうございます。はい、もうむちゃむちゃ綺麗、えー、なショールームで、えー、今日はね、えーまあ、動画を公開してるんですけど、お私もこのパキンオメディック、うもうすでに、えー、実はもう全部で7台買ってですから、<laughs> ありがとうございます。<laughs> いや、あのー、本当にもうお話を聞かせてもらって、はい、もう素晴らしい性能にちょっともうびっくりしてるんですけど、<れ>もう家族全員びっくりしてるんですけど、<laughs> まあ今会社でもね、もう4台稼働してるんですけども、はいはい これどういう機械なのっていうのが多分あると思いますんでちょっと松野社長からちょっとこの竹嫁肉のご紹介というか特徴というかそういうのをちょっと教えていただけたらなと思いますこちらにありますね竹嫁肉2でありますけれども色的に言うとこちらがパールホワイトでライトパープル2色で展開してますけれどもまず大きさなんですけれども。 これ A4 番のの大きさなんですねそまんまで、でで片手持てるといいうキロ軽すあこれが特徴なんですけどもっとすごいのはですねマイナス4の数が毎秒2400万イオン出ちゃうという2400万イオンこの数にびっくりするんですけれどもまあ大抵のマイナス48器っていうのは数万イオンしか出ないんですけれども数万イオンなんですかそうなんです100万とか200万出るぐらいで終わっちゃいます ところがうちのはこの一つの吹き出し口ですね丸いとこありますよね、はい、この一つの吹き出し口から200万イオン1個だけで1個だけでで12個あります上6個の下6個で合わせると12個ですから200万12でで、はい、出ちゃうんです。<laughs> <laughs> これね松野先生がさらっと言っておっしゃいますけど、はいはい、あのまあ一般のえ。 まあね、あんまり大きな声で言えませんけども、大手メーカーのところに出てるマイナス四点は、えっと。まあ、数出てますよね。まあ、出てます。あの、えっと、マイナス四は出てるんですけど。まあ、あんまりね、そうですまあ空気清浄機ですからね。あちらの方は。そうですよね。そうです。はい。出てるけども、まあ、もうそんな出てない。出てない。はい。 うちのはマイナス4を大量に出してもう体を変えましょうという企画で作っている商品なので、はい、ちょっとその辺が違います、ねはい、もう全然専用機ですよねそういったものがこう出てくるとそうです、ね、マイナス4が出ると、はい、でこれ私あの使って実感してるんですけど驚くほど。 脱臭効果が高いです。そうですね。ほとんどのお客さんがご購入されて。はい、その日のうちに匂いが取れたとか。はい、焼肉を家でやったら、焼肉の匂いが取れてるとか。はい、髪の毛に匂いがつかないとか。大体、はい、その辺で効果れるっていうか、ねはい。経験しました。あ、そうです、ね。はい。い餃子で経験しました。<laughs> はい。はい。はい。もう匂い取れますね。そうですね。早いです。あのー。実はあの空気清浄機、あの普通の。 一般の、はい、えと家電メーカーのを買ってたんですけど、はい、そこまでね実はそこまで実家なかったんですよ。ないんでしょうね多分 <laughs> 回ってるぐらいで。で一番私の中で感じたのがもう、はい、ねあれ能力落ちてるんですかね。あの もうね、フィルなんかね、うん、だなんかね、全然意味なないような感じになっちゃうんですよね。<laughs> そうですね。で、あとね、人年か三年経つとカビ臭くなっちゃうんですよ。そうですそうです。もうそれが欠点ですよね。はい。 これはならならいい安心してくださいこの機械は中が開けられるタイプになってますんでお客さん中を開けてお掃除してもらうんですけども、はい、その時に中にカビが生えてるかどうかっていうのを見ていただきたいんですね、はい、綺麗になってますんで、はい、要はカビも生えない、はい、要は空気ですから体に入るもの一番大事なものですから、はい、それに関して中でカビが生えてるような機械ではちょっと大変なのでえとこれちょっとあのまず言っちゃっていいかわ分かんないですけど、はいはい、えっと あのまあどことは言いませんけども大手メーカーのものっていうのは中にやっぱりちょっとあ,のあんまりあんまり大きな声で言えないけどもっていう形でこっちゃうとでもこのタキヨメリックは出ないあの出ないというかカビが出ないというか生えない,い,えない要は滞留してこもっている部分がないのでカビが生えないんですよああただそこは掃除できちゃうってことですねすべて。 変わんないとちょっと聞いたんですけどもうこれ十何年使ってる方がずっといらっしゃるんですよねそうです十七年十七年トラブルもなしになしですね。フィルターも変えずに変えずに。フィルターないですからね別にねそうですないですこれは特徴としてはフィルターもないのでフィルターなくてですからまあ言ったらもう買っちゃえばあとスイッチでずっとかけてくだけっていう。 でまあ、な,なんとですねこれ10ワットしかないので、はい、消費電力、はい、ですから1日ずっとつけっぱなしでも3円です。30日で、まあ、90円から100円あジュース1本ぐらいで電気代は済むと、はい、だから電気代もったいないって言って消す人がいるんですけども、はい、いや空気吸った方が安いでしょっていう話です <laughs> <laughs> いやそうですよねすずっといい空気吸えるんだったらそうですもうスイッチ入れてた方が。 そうですよね。あの前松野社長にいろいろ話を伺ったときに、人間ってすごい量の空気をそうですね一日に一日に吸い込みます。まあ食べ物とか飲み物、皆さんでも楽しみにしてね、今日の夜は何食べようかとか、昨日は何食べたんで何飲んだんでっますけども、一番食べてるのは空気なんですね。空気なんですね。空気なんです。もう85%食べてますから、85%一日で食べ物の85%そのぐらい食べますんで。 ということはですね一番大事にしてもらいたのは空気なんですよね。そうですねそれを大事にするために松下さんこれ開発したと思うんですけど2、はいえっと、0キロぐらい食べてるてい空気を。はい、なんかあのそう考えると空気めちゃくちゃ大事ですよね。そうでですねあの今まで水を 選んで飲んだりとかしてましたけどもこれから空気を選ぶ時代になってくるんで,そうです、ね、もうこれを1台置いて選ぶという形になって、はいはい、ただ面白いのがこの滝嫁クを使ってるお客さん、はい、もうはまってしまってですね、はい、これがないともう眠れないとか、うん、これがないと旅行に行けないというお客さんが多くてですねもう カバンの中に入れて運んでいらっしゃるお客様、あの僕僕僕もそうです。ああそうです。出張今二日目ですけど、ずっと持ち歩いてる感じですね。はい。そういう風になっちゃうんですよ。はい。いやなります。これがないとなんかこれがあるところでないと嫌みたいな感じですね。あの心配になってきて。そうですね。はい。ということは、特徴的に言うと、まあとにかくマイナス4がもうとんでもなく出ると。多分今もう世界トップクラスですね。もう多分ナンバーワンですね。世界ナンバーワンでマイナス4が出て。 なおかつ、えー、とランニングコストがまずもう超かや安、ね、ほぼかからない<る>フィルター効果もなし,なしで一応もうあの、まあ、まず社長前おっしゃってましたけど、ね、掃除も実は別にい,いらんのですよね。あですけどもこのぐらいこのタキオメディックがほこりを吸着、はいはい、いわゆるあとはウイルスなんかも吸着しているところを見てもらうために一応中を開けて,、はい、開けて掃除をしてもらうっていうか、はい、再確認なんす。はい ちょっと後でね、はい、あの開けたいと思うんですけどす、ね、はいあのー、まあそういったものっていうのがだから特徴的にはもうとにかくあの消費まあ使う分にはものすごく手軽でスイッチを押すだけで、ええ、マネュアがガバあ出ちゃうっていうまああのー、うちも今使ってますけど、ええ、本当に手前でもうただ置いとくだけでスイッチを押すだけですから簡単ですよね誰でももう,うで,でみ誰あの三日坊主でも全然続けれるっていうそうなんですもう本当に三日坊主ビジネスってよくあるんですけれども。<laughs> <laughs> 大体,大体の方がです、ね、健康器具をご購入されると、はい、大体3日間のうちでもう使わなくなるか、はいはい、そんですよね僕も持ってたんですけどもね、はい、あの僕普通に座ってましたもん <laughs> 1週間後 <laughs> あとはよくお客さんのところに行くとぶら下がり健康器具があ,ありますね、はい、よく洗濯物がぶら下がってます <laughs> 結構そういう感じだと思い で、で要は長く続けられるもののっていいううが少ないんすすよ。そうですね。ただこのタキメミリックはスイッチを入れたら置くだけ。そうなんです。空気吸い忘れちゃったら死んじゃいますからそうですね勝手に吸いますからそうなんです,んです黙ってても使っちゃうっていういやだからどんだけ面倒くさがり屋さんでも、はい、だってずもうだってスイッチ入れといてずっと,ずっとか消さなくていいですからねこれそうですもうつけっぱなしですつけっぱなしですからね1日2、うん だからもうずっとそのまんまで置いとくっていう、はい、これあの大丈夫なんですね全然これずっと回しても全然いやだからもう手軽でコストが安くってなおかつマイナスの方が出まくりでなんかほんともう特徴的にはもうむちゃくちゃ尖ってる。うね、もう本当にねこれれ購入されたら しますね、間違えっとちなみに僕2台差し置かってもうこれはすげえと思って5台買ってきた口なんでまあそんな感じで欲しくなっちゃううすねそほとんどのお客さんが最初1台でどうだろうっていう感じで悩まれるんですけども寝室とリビングと持って歩いてそのうちに面倒くさくなって2台目欲しいわってなって3台目4台目ってこの前お客さんで6台買ったお客さんですねそうです でお客さん、お部屋そんなにあるんですかって言ったら、はい、いやいや、孫にプレゼント、あプレゼントですね,ね、やっぱ自分が使ってよかったから、はい、大切な孫にもプレゼント。なりますよねでもこれあの、社長、すごく1台でもパワー、めちゃくちゃゃくあるんですよね,ありますね実は、確かお話聞いたのは、しえー、仕切りがなくて、ね、80畳の部屋全部にマイナス4が行き渡るとうっていうパワーを持っていると。はい ですからまあダラピロい部屋だったら別に一台でも構わない。そうですね。まあでも今部屋は膨らんでますかね。そうですね。まあ十乗 <laughs> 十数畳ぐらいですね。ですね。だからまあまあやっぱり締め切っちゃうとどうしてもマイナスイオンが飛びにくいというか。まあその分先ほども説明したように1.7キロ軽いので、はい、まあ移動していただくと、ね。そうですね。 そのうちくくくさくなっったたら、目を買っていただくという <laughs> あの。うちそうです <laughs> リビングに置いてたんですよ、はい、で寝る時に持っていったんですけど、はい、なんかねやっぱ面倒くさくなるんですね <laughs> <laughs> 人間ってだかバカですねだからあのなんていうかもうそれ一回甘えちゃうともうダメですね,ね、はい、だからまあこれ皆さん買うんですけども、はい、まああのねこんだけ特徴がある多機能メディックなんですけど、はい、ただこれ社長あの まあ、ここまで来るというかね、まあ、十七年間ほぼほぼ、はい、えっと、まあ、使用というか。うん、えっと、大きい、大きい、まデザインとか、そんなに変わってないと思うんですね。はい。でも、ベストセラーでずーっと販売されてると思うんですけど、ただ。これ、あの、やっぱり作るっていうか。真似できない技術というか。はい、あ、そうですね。 あるんですよね。はいはい。ちょっとそのあたりを教えていただけたらなと。多分聞きたいと思うけど。だからどどどうなってんのこれっていう。なです。はい。まあ大抵のですねこのこの手というとおかしいんですけども、放電タイプのマイナス4っていうのは、はい。まあ電圧の関係上ですね。あのオゾンがたくさん出たりとか、はい。あとはプラス4がたくさん出る。はい。でマイナス4が少ない。はい。いろんな原因が出てくるんですよ。はい。その技術的なものっていうのが、はい。やはりですね、当社は ある大手メーカーの設計のところに、はい、お願いして作っていただいたので<ー>そこが違うんですよよくあのパソコンでのメーカーなんですけれども、はい、パソコンのあるメーカーで超有名ですそこのメーカーさんに設計をすべてお願いしてですねあ<ー>そしたらば、えー、この商品はもう世界でナンバーワンもうまねができない商品までなってるということで設計の段階で言われましてはい やっぱりあのデモ機ができて使ってみたらやっぱりそれだけ違う<ー>中に入ってる放電針、はい、針なんかも手作りですしちょっとね中ありますけども、はい、ち,ょちょっといいですか、はい、じゃああのー、これあの中身まで見せるっていうのは、まあ、あの僕いつも思うんですけど、まあ、それだけねあのご自信があるというかあの真似でできないんですよねだって確かに17年間もやっぱりやってきて、ね、どこも真似できないですから。うん ちょっとすみません。じゃちょっと開けさせていただきますね。よろしい。はい。社長ちょっと説明します。これですね。針っはい。こういうね、針。はい。この針が特殊なんですよね。特殊です。はい。まあこの金属なんですけれども、この金属も特殊な金属を使ってまして、はい。まあ私あの元々仕掛け工師をやってまして、あのダイヤモンドバーとかいろいろ持ってるんですけど、それでちょっといたずらで削ってみたんです。はい。それでも削れなかったと。 んんんな硬硬いいでですす。ね、これ硬いんです。要は放電してる時に<ー>この針先が摩耗して、はいはい、要は断面図が大きくなると、はい、オゾンが多く出る商品になってくるんですね。あとはプラス4が出たりとか、はい、マイナス4が出なくなる、はい、あのいう特徴があるんで、はい、そこをこの針によってカバーしたという。 つまり、摩耗しないからこそずっと長く使えるということなんですね。ということは、摩耗してくると結局さっきおっしゃったようにもう使えなくなっちゃうというかそこを変えないといけなくなっちゃうでも、このタキオメディックはここが特殊で摩耗しないんですねですから棒メーカーの部分なんかはこのを交換しますよね半年に回ぐらい棒メーカーのやつはもう変えないといけないと。 確か僕も説明書を見て読んだんですけどイオンが出る性能が消しますって自動的にって書いたんですよ。えというてだからちょっと消費者としては納得いかないなと思うんですけどちっちゃく書いてるんでねだからこのタキンオメディクの場合はとにかくこの針が強固だからとにかくずっと出し続ける。そうです だからもう今も17年前にやってる人がもう,、まもま、もう多少は摩耗してくるんだろうけどでも全然そのマイナス4は変わらないって,い摩耗してなないいです摩耗してちなみにうちであの委託している工場の方では、はい、この商品をですね、はいえっと、17年間回しっぱなしで,、はい、でなおかつこういうホコリつ,ついてくるんですけどもそのホコリも取らないで。 もう綿ぼこりいっぱいなんですけども結構いっぱいついてるんですいっぱいついてるんですよ柔軟回しっぱなしだ。でも新品の機械とその綿ぼこりだだらけの機械、はいはい、マイナスを測定すると同じなんです比較したんですね、はい、比較したら同じ同じなんですえほこり付いてようが何しようが一<え>回も掃除してないんですかそうですってことは掃除本当にしなくていいってこところですね本当は掃除しなくてもいいんですよただ見た目がちょっとねっていう気持ち悪いとか、ね、ちょっと綿ゴミでもうちょもになって、はい あとちょっとここ放電してるんでそうですねパチパチって音がしますからだからまあ掃除するとだから気持ち悪い人はウエットティッシュでここの部分を拭いてあっそうですねこんな感じでウエットティッシュあるんですけどここちょっとピピって拭いて今これまだ綺麗ですけどねうちのほうだいぶ汚くなってますけどまあお手入れがすごい簡単なんでこういうウエットティッシュでこうやって拭くだけですこんな感じでああこんな感じでこれだからついてるんですねそうです これは長、後ろからファンで吸い込んだほこりがここについてくるってことのもありますしここに浮遊しているほこりとかあとはウイルスそういう雑菌を吸着するんですよ吸い寄せられて風が出てますけどもこの中で帯電させて吸い寄せられてここに吸着しちゃうんです僕出てるからこっち側から入ってこないのかなと思ったらこっち側からも入ってそうなんですね。 あ、じゃあ、ということは、あとは、じゃ、ここにもつくってことですね。そうですね。あとは、だここは掃除した方がいい,、ね、い,いと。はい。いう形ですね。はい、はい、じゃあ、もう17年間も、ほぼほぼ仕様的には変わらずに、ね、まあ。ちょっと社長にいろいろ聞きましたけど、はい、まあ、いろんなとこ、ろちょっと、まあ、細かくお客様の声を聞いて。変えてこられたと。はい えー、まあだからベストセラーになってるんだと思うんですけど形も変わってませんしね17年前、まあ、17年間かずっとこの形ですよねそうですはい、はい、あのちょっとねすいませんあのちょっと後ろ見ていただきたいんですけど、はい、これ面ってめちゃ簡単なんですよここを外すだけなんですよここをここちょっと、はい、入れてもらえますかちょっとこれをこやってこうここやっ これだけです。僕ね、いいなと思ったのが本来なんかこういうつってドライバーとか使わないといけないですね。すねこれもすごい消費者の方が、ね、<laughs> これおばおばあちゃんとかめっちゃいいですよね。そうです,うですこれ実はえっ、ー、と今から14年ぐらい前までは、はい、ドライバーセットだったんですよ。あ、そうなんですか。はい。ドライバーがセットになっててドライバーで開けてやってたんですけども、たまたま。 奥さんがみんなおばあちゃんがねドライバーなくなっちゃってああ<ー>開けられませんあってあ<ー>それでうちでもういろいろ考えた結果もうこのネジを作ろうとこれすごいアイディアですよ特殊なネジなんですけどあこれも特殊なネジなんですかこれ,もう、ね、もうこれを作ってもらってもうこれだから別注ですよねそうです先用メディック用ですねだから メンテす、ねまあ、メンテいらないんですけどね、うん、いらないから当てる必ないんですけど要は使っていただくお客さんのためを思うとなるべく簡単な方がいいわけですいやこれは素晴らしいなあちなみにちょっとすみません、はい、あの話いっぱいといますけど、えー、ちょっと後ろにねこの、えー、日本機能性イオン協会からも認定されてますけど、はい、これ言っちゃっていいんですかねすかこのステッカーちょっと見えづらいですかねはいこここここれです ないっていうかあのつけてないんですよね。でも大手メーカーはあのすみませんちょっと言っちゃったいいんですかね、はい、あの恥ずかしくてつけれないと、ね、なんでかっていうとクラスが低いからクラス2とかねはいこれえっとクラス6です6です最高クラス最高級のマイナス4が出てるというふうな測定結果も出てこれもステッカーを貼ってます,うす、ね、もう自慢のステッカーですからはい。<laughs> だから他の大手メーカーさんこれつけない理由があるっていうのは、えー、とつまりは低いからこれまず社長こうやって、はいえー、もう17年間ずっとこの焼きヨンメリックをずっと販売されてきて、まあ、ずっと開発最初携わってやられてますけども多分。 松の社長の中でですすごくビジョンがあったと思うんですね、はい、これを販売するぞってなった時に、はい、ちょっとその時のビジョンのこれからのビジョンというか考えられるということを先ほどもちらっとお話しされてましたけどちょっと教えていただけと自分はですねもともと歯科技講師という、はいまあ、医療関係の仕事をやっててやっぱりまあ人助けっていうこともあってですね、まあ、歯がない方に歯を作ってあげると、はい、食物も食べられると長生きできるっていうことですよね。はい で、その健康に携わると思うんですから、はい、将来的には、あの、自分でいろんな商品を作りたいと思ったんですね。で、そこでキーワードになったのが、あの、なんていうんですかね、空気、水、ゴミっていうところで。<ー>要は昔無料だったものが、今お金を出して買う時代になってるじゃないですか。確かに。に水なんかは。確かに、そうなんです。水なか、売ってなかったですよ。そ,んなそうなんです。で、今、普通に自動販売機に百。はい。 入れ水ポンとしてガチャンと押してるじゃないですか飲んでますよねでもガソリン高いじゃないですか高いですよでもガソリンと水比べたら水の方が高いんですよガソリンは1リッターで百数十円ですよね水は1リッターないのに120円確かにそれを普通に買って飲んで完全に飲み干さない水は捨てちゃいますよねガソリンだったら捨てないんですよ捨てないですね 確かにそう,そうなんですよ。よ、はい、だから非常識なことが常識になるとそういうことも起きてる。あ、ちょっとね僕今言われるまで <laughs> そ,そうそう確かにそうガソリンしてないですよね。そうなんですよ。もったない持ったないって言いますよね。で,よでも水もギガニガニ吸ってますよねそう。吸ってます。ということは昔水がタダでお金を出して買う時代、はい、空気はもしかしたらそうなるだろうっていうことで、で空気に着目をして空気で体を変えられるんであれば、はいはい、これはすごいということで、はい、いろいろ調べたらマイナスよ。まあ一番。 体に影響が出るんじゃないか<ー>っていかとうことでそそそこかかららスタートしてそっから研究しなっ、はい、うなんでまあ世界ナンバーワンのマイナス4オ機を作ろう、はい、ではないかというところから始まって、はい、でこの商品が出来上がったんですけれども、まあ、自分のビジョンとしてはこのタキオメディックを通してたくさんの方々が助かったり、はい、あとは困ってる方が喜んでくれたり、はいはい、そういう方々が 口コミで増えてくるっていすすごい夢だったんです、ねはい、で、今まさに口コミでかなり広がってきてますんで,です、ね、まあ自分の役目を今までやってきたんですけども、はい、これを皆さんにこうバトンタッチしていく時期かなと思うんですよね。<ー>いやこれはねあの今あの、はい、松野先生はこうやって動画出てくれてますけど <laughs> あのもう本来はもう今あの実はちょっとちらっと聞いたんですけど松野先生は当然昔はやっぱりあの 展示会とかに率先してやっぱりもちろん行かれたんですけども、はいね、今はね、もうあの、くじ込みで自動的にこう皆さんがいい商品ですから広まるようになっちゃってるんですね。そうそうだから、実はこれ無理やりお願いします。<laughs> <laughs> 動画、あの、もう本当に無理やりお願いして、あの、出てもらってます。非常にあの、<laughs> <laughs> 貴重な動画だと思うんですけど、あの、多分今後どんどん出なくなる <laughs> <laughs> はい、でもこうやってビジョンを語っていただくっていうのは本当に貴重な動画だと思いますんでいやでもそうやってやっぱり作り上げてこられたんですねこれを。じゃあまあでもマイナスイオン20年前ってマイナスイオンそんなあんまなかったですよね。はい、ようやくまあここ10年ぐらいですかうー大手メーカーが出てきてってことですよね、はい。だけどやっぱその時はあんまそんななかったと思うしうなおかつその当時にこんな強固な。 芯を作って摩耗しないようにで考えてなかったと思うんですよ。よくぞこういうものを作り上げてくれたなこ <laughs> れはもう設計をしていただいた会社とか、はい、あとはもうそういう関連の方々の協力のもとでこういう商品ができた、はいはい、あとはまあ自分のビジョンですよね、はい、もう困った人を助けた、はい、あそこはみんなあのタッグを組んでやった商品なんで。はいええ、ですからまあこの商品が 一人歩きしていってるんじゃないかな、はい、と思うんですよ、はい。完全に今一人歩きしますね、はい。<laughs> はい。あの本当に僕もこれね、すいませんあの僕ほんまにね機械ものって僕はあんまりお勧めしたくないんですよ。なんでかっていうとあのー、まあなんだかんだ言ってもクレームとかってあるわけですよ。ね、だけどこれはね僕はしょってあ売って歩きないぐらい <laughs> あのだってあのクレームが出ないですまずす、ね、あの。 だって、フィルター替えとか言わないし、もうそのままだし、ね、スイッチポンで終わるし。あの、ずーっと出るし。なので、でクレームがないっていうのがやっぱり一番い,、はい、いいと思うんですね。ええー、今日、もう、本当にもっといろいろお話したいんですけど。も、はいはい、また、あの、いろいろ、私の方で、またカバーしていくというか、はい、あの。いろいろね、性能のチェックとかしていきたいと思いますので。はいはい、はい。今日は、あの、じっくりね、ちょっと、もうちょっと、お話伺いたかったんです、ね。ですね、はい。はい。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。